ジョモケニアッタ、ジョモケニアッタ、ジョモケニアッタ、1893年10月20日から1978年8月22日は、ケニアの初代首相、1963から1964年、及び、初代大統領、1964年から1978年、独立国家としてのケニアの創立者、青年月日はあくまで、公式設定で定かではなく、 1889年から1895年まで幅がある。なお出生時の名はカマウエン・ゲンギ、カマウワン・ジェンギーでケニアッタとは独立運動を開始した際、ケニアの光を意味する名に改めたという。したがって彼にちなんでケニアの国名が命名されたわけではない。また、第一次世界大戦中の菊ユ族大将の徴兵を逃れるため、 マサイ族のふりをするために身につけていたベルト、キニャタを大いに気に入ったため、それにちなむという説もある。子供の頃はミッション系の学校で教育を受けた。ケニア国内での学歴はこの時の初等教育のみのようである。1913年にキクユ族の成人の儀式を終えている。その後、農園労働者、商店の事務員。 ナイロビ市の水道局職員等を掛け持ちで働き、白人の標準からしてもかなり裕福な暮らしぶりだったという。また、独学でかなりの教養を身につけ、菊油人はもちろんイギリス系住民からも知識人とみなされていた。1917年から1919 19年にかけて最初の妻グレースワフと結婚しており、二人の子を設けた。 1923年頃から居酒屋経営を始めるが、そこが民族運動家の溜まり場となったことから、政治活動にも興味を持つようになり、1926年に、菊油中央連盟の初期として、活動に参加し始める。1927年、組織の金を横領して、姿を消した前任者の後を継いで、仕事を辞めて、経過の活動に専念するようになった。 1929年と1931年に、経過代表として都営し、植民地省との交渉にあたる。なお、1931年には、マハトマガンディーと会見している。そしてそのまま帰国せず、ロンドン大学に入学した。同時に、ロンドンスクール・オブ・エコノミクスの研究生となり、文化人類学者、ブローニスワフ・マリノフスキに支持して、キクユ族の伝統文化について、 研究を行い、1938年、欧米で出版された、最初のアフリカ人の著作といわれる名著、ケニアさんを望んで、フェイシングマウントケニアを出版。この時、初めて、ケニアッタという名前を用いている。その後、人類学の研究所や、ケニアの伝説に版を取った小説などをいくつか出版した後、1939年からは、ロンドン大学の教員、 イギリス軍の顧問などを務めた。そして1942年には、イギリス人女性エドナ・クラークと結婚して子供も、儲けている。1946年、ケニアに帰国。菊ユ族の長老の娘と結婚し、教員として働くが、1947年6月、ケニアアフリカ人連合党首に選ばれた。1951年、最後の妻となる。 キクユ族の長老の娘、エンジナと結婚。エンジナは、ケニア最初のファーストレディ、ママエンジナとして今も人気がある。1952年に、マウマウダンの乱に関係したとされ、またその一味であったとされ逮捕された。裁判官や通訳者などが不当に、ケニアッタを扱ったとされる裁判は5ヶ月に及び、結果として7年間の重度労液処分とされたが、 ケニア北西の辺境地ロドワーに移送され、保護観察下での執行猶予処置とされた。現在の研究でも、彼とマウマウとの関係はあったとされているが、他の説を唱える研究もある。結果的に1959年まで刑務所で過ごすこととなった。1963年にケニアが独立すると、初代首相となり、1年後に、 大統領制に移行するとそのまま大統領となった。大統領としてのケニアッタは一貫して、西側寄りの資本主義体制を堅持し、外資を積極導入し西側寄りの政策を取った。このため、ケニア経済は発展し、東アフリカの地域大国となっていった。一方で国内では、独裁政治を行い、1969年には、完全に、与党ケニアアアフリカ民族名。 カヌによる一等性を敷くこととなった。また、自らの出身民族であり、ケニア最大民族でもある、キクユ人の優遇を行い、後の民族対立の発端となった。ケニアのみならず、アフリカ諸国の民族運動に大きな影響を与えた。自らの出身でもある、キクユ族の研究でも民族学者として、業績を残す。ナイロビにあるジョモケにあった国際空港は彼にちなんで、 名付けられた。建国の父として、無贅、アムジー、おじいさんという愛称がある。1966年から現在に至るまで、複数学面のケニアシリング紙幣で肖像が使用されている。白人がアフリカにやってきたとき、我々は土地を持ち、彼らは聖書を持っていた。彼らは我々に目を閉じて祈ることを教えた。我々が目を開いたとき、彼らは土地を持ち。 我々は聖書しか持っていなかった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。